山本ボルターズインスタライブよろしくお願いいたします。お願いします。いやー、鳴りやまない拍手とはこのことですね。噛んでますよ、ね、すぐやんだね。いや、今日はですね、スペシャルインスタライブということでゲスト素晴らしいです。じゃあ自己紹介お願いします。はい、ロアッソ君元背番号22番ゴールキーパーやってます山本海斗です。よっ、よろしくお願いします。そしてもう一名この方です。はい、熊本ボルターズ背番号11番石川海斗です。よっ、ゾロ目。確かに22番11番ということでね。確かにですね。いや、もうこのインスタライブ、実はですね、僕が去年かな、毎日か毎週かやってまして、まあ今回はたまになったんですけれども、今回まさかこの豪華ゲスト迎え入れるってめちゃめちゃ嬉しいんですよ。あれですか、豪華ですか。いや、めちゃめちゃ豪華よ、これ。しかも結構もう僕めっちゃ言いますわ、うちの回と日本一にもう 2,3 回なってんな。そうですね、まあ2回ですね。2回が、ね、学生の時とプロになってからもね。それを超えて、お主は、お主は日本一、日本代表もありますよね。あ、代表はありますよ。肩書きは代表、オリンピック。ほら、いろいろ、はい、ありますけど。すごいよ。優勝は、ないです。よっ。よっ。シルバーコレクターなんで。なるほどね。準優勝4回あります。すごい、それもすごいっすね。はい、なんかいつもね、はい、上見てこう涙ぐんでる。こうしてるシーンがいつもあった。いつもにいや。こうじゃなくてこうですね。はい、まあまあなる。そんな話もね、今日聞いていきつつ、まあスペシャルなんで、多分いっぱいコメントも来ると思うんで、はい、まあそんな楽しみながら、こんな柔らかい感楽しみながらやっていこうと思いますので、まず熊本来て、山本海斗さん。はい。海斗さんですか、今日は。海斗さんといつもは何？僕は、海斗と呼んでますから。で、海斗でいいですか？あ、一緒じゃないですか。海斗さん、海斗で。ああ、まあまあ。はい、ちなみに、ロアスは、サポーターか。はいはい。サポーターさんから何て言われてますか？いや、サポーター、去年はもう完全にカイトさんでしたけど、はい。まあ、今年もう一人実はね、ややこしいの来ましたね。いるんすよ。ニューカイトが。ニューカイト。ニューカイトがいて、谷口カイト選手ですね。そうなんですよ。はい。そいつが、カイトくださいって言うんですよね。ちなみにロアスとじゃルーキーでしたっけ？いや、最年長だね。最年長だね。最年長が、はい、その、仕入れに、俺書いてないで。うん、書いてくれと。いや、俺、しかも、練習行った初日に言われたんですよ、それ。あ、初対面で。初対面、なんかパス回ししてて、若い奴らで、はい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 。そしたら、なんか、あ、山本さん、はい、おはようございます、みたいな感じで。うん、山本さんですか？ああ、まあ、そしたら、ね、俺書いてやけど、さ、いや、書いてはくださいと。もう、じゃあ、どうぞ。はい、あげましょう。うわ、ちょ、今203人がもう見てるわ。早くないですか？すごい。すごい、すごい。マジですか？はい。そんで、それ何て言ったんですか？ん？なんて言ってんの？もう、カイさん、あやもさん、僕カイトなんで、書いてください。はい、どうぞ。初対面やし、ね。びっくりしすぎて。うわ、うん。でもまあ別に悪いやつじゃないんで。あ、なるほど。まあいいかなと思ったんですけど、今回ちょっとね、うん、むしろ募集したいぐらいなんで。あ、皆さんが、はい、まあ今やったらカイトさんをどう呼ぶか。そうですね。もし、ね、ロアスを見てる方いれば、今ちょっとコメントが欲しいですね。そうですね。僕の新しい。うん、ちなみに、山本の山さんも、はい、トレーナーが山本さん来たんですよ。新しく。山さんもダメです。ダメなんですよ。なんで山さんとカイトを使わず、はい、新しいあだ名。選手もつけてくれないんで。まあ、大先輩にね、呼び方は難しいですから、まあ、ちょっとね、皆さんから応募募るじゃないですか、そんなも一つです、ね。はい、お願いします。そうそう。まあ、ちなみにですね、はい、この企画、まあ、今回なぜこの形でインスタライブをしてるかっていうのもご説明したくてですね、実はですね、2月23日日曜日、今週の日曜日ですね、熊本ボルターズホームゲームが熊本県立総合体育が行われまして、対戦チームはバンビシャス7となってますけれども、その日に、山本海斗選手がロアッソ熊本ディフェンダーシートという形で今現在応募かけてまして、まあその席は72名マックス限定でして、もうすごい得点多くてですね、試合前に
山本海斗選手と交流ができて、しかもハーフタイムもね、はい、ちょっと交流ができて、ちなみに最後に、そして山本海斗選手、そしてボルターズ選手と一緒に記念撮影もできるという。そうですね。ちなみに、うんうん、プラスアルファ何人か選手もサプライズで、もう、はい、行かせてもらうことが決まってるので、素晴らしい。はい、ぜひとも、はい、はい、はい。まあ、ロストの中では、まあ、イケメン。おー部類が来るとは思ってますけども。ちなみに今回ディフェンダーシート、カイトさん、ゴールキーパーって打席もそのゴール裏、ゴールを守るゴール、死守するって意味でも、意味がございまして、カイトさんディフェンダーのポジションですね。そうですね。はい、ちなみに、クル選手のポジションで言うと、もちろん、まあ、守りの選手でございます。ディフェンダーですよね。はい、まあ、そうなりますね、はい。ディフェンダーでイケメンと言ったら多分、僕も多分同じ地元の人ちゃうかな。え、マジっすか？小さい、マウンテン。はい、はい。確かに同じ地元の方なんじゃないかな思ったりしてですね。そうですね、結構、うん、まあ、顔はいけてると思うんで。なるほど。ミーハーな方でもぜひ。あ、まあ、こう思ってもらえたら。はい、そこにもちゃんとはい。握手だったり、サイン会的なこともね、うん、ちょっと時間でやらせてもらおうと思ってるんで、はい、時間のある方です。まあ、今回ですね、このロアストクのディフェンダーシート、山本海斗さんですけれども、まあ、いつかですね、うちの我らが熊本ボールの石川海斗も、はい、ロアストクさんの試合の方にお邪魔して、はい、そうですね。石川海斗シートを、ね。でもね、うちの石川海斗ね、はい、ディフェンスもすれば、オフェンスもするし、アシストもするんで、なんでもないなんですよ。競技違うっすからね。まあまあ、そうやねんけど。だから、なんて名前にしようかなとあるし。まあまあまあ。石川海斗オールラウンダーシートなるかもしらんし。あ、ちなみに結婚は？結婚してない。じゃあもう、ま、もう、婚活パーティー。レディースシートみたいな感じじゃないですか？そうそう。はい。それええやん。石川海斗のタームレヨン。うん、タームレたい。集まれみたいなね。うわ、サービスにしますそれ。いや、それはこっちの回答次第なんですよ。まだ OK ではないんで。はい。ちょっと、いろいろ考えてもらうから。うちの回答さんから指令も出してほしいな。なんか、箱の中に入ってあって、聞いたらなんか、後ろからバックハグする。でもそれはね、楽そうだっていう、ね。そう、そんなもしたいですね。うん、だこうやってね、お互いのクラブが盛り上がって、まあ、ブースターさん、サポーターさんがお互い満足して、そして熊本を盛り上げるような、今回その企画といいますか、まあそういった話からお互い始まったじゃないですか。そうですね。まあこの回もです。はい、実はその、まあ今回も後ろ書いてますが、東町グランシカさんやってる理由もございまして、実はウォルターズとロアストさんがスポンサーといいますか、サポートいただいてる、歯医者さんでございまして、もう僕も実際今日午前中治療していただきまして、まあその東町グランシカの院長のね、本田先生と方の、もうお誘いといいますか、はい、ちょっとうちに来ないかという、はい。口説かれましたね。完全に、はい、くどかれてまあ実際本人めっちゃ寝るの早いんですけど。まあその、グランシカの本田先生からちょっとご食事しようか、ってことで、初めてお会いしましたね。そうですね、僕もお家を邪魔させてもらったの2回目だったんですけど。うん、はい、はい、はい。本当に、僕も、このグランシカさんはお世話になってますし、うん、そうですね、はい。普段から、うん、本当によくしてもらってる。うん、で、その中で、お家の方にもお邪魔させてもらったときに、はい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 、お会いしましてね。そうですね。いや、ほんま、なんかしたいね。ほんと、熊本盛り上げたいねって話から、こういう企画始まったし、結構形にできるのが早かったですよね。はい、早かったですよね。意外と話もこう、トントン拍子で、その時も。あんなしましょうよ。いや、こうしたいな、はい、始まりましたし。そうなんですよね。嬉しいですよね。実はカイツさんは一回、ボルターの試合見に来たこと、はい、あります。あるじゃないですか。はい。まあ、その時のそう聞きたいね、そうです。違うスポーツ選手から見た、そうですね。同じ名前の海斗。ちなみに、海斗どうなんでしょう？お名前がまず一緒ってのは。いや、僕も、来た、もう当初ぐらいに、はいはいはい、結構それ聞いてて。あ、耳に入ってた。はい。やっぱり同じ名前だけども、海斗ってこう、呼びやすいし、はい、なかなかこう、なんですかね。はいはい。ちなみにちょっとすいません。菅氏さんから、はい、グランシカ様ラブってコメント入る。マッスル！みんなカメラ一回、せーの、マッスルする！菅氏さんは絡めとかなあかんと思うんで、僕に対する精一杯の愛を届けました。
すいません、続きます。すいません。何でしたっけ、話。何でしたっけ。名前の、カイトっていう名前で。いや、もう、だからその名前を聞いて、もう本当に、まず、距離感縮まりましたし。あ、やっぱ嬉しいですか、同じ名前見て僕あんまりいなくて、カイトと逆に。なんかバスケットでもいなくて。そうやな、おれへんの他チームな。そう、ほんとサッカーで、本体チームで2人いるのが珍しいぐらい。カイト、ちょっと親近感湧くやっぱ。どちら、恥ずかしい？いや、なんか、もともと、こう、ボルターズ入ってきた時に、ブースターの方、まあ僕らブースター。ああ、はい、そうね、うん。ブースターの方から、あの、ロアストに、山本海さんっていう選手がいるんだけど、おお、聞いてない。で、ずっと、なんか、ブースターから、なんかコラボみたいな企画してくれないかな。ああ、ほんま。いや、まあ、でも俺も、俺に言われてないし、みたいな。いそうなるよな。でもそういうのできたら、楽しいだろうなっていうのが。そうよね。いや、本当に、だから、見に行って、すごい、その、さっき言ったように、はい、はい。なんていうんですかね、僕からしたらポジションって、サッカーって結構はっきりしてるんですよね。そうですね。まあ、バスケもそうですけど、その中でも、こう、自由自在に動いてる感じが、こう、タクト振ってんな、みたいな。うん。まあ、サッカーで言ったら司令塔の感覚があったんで、はい、まあ、自分はあんまり、その、ちょこちょこっていうよりかも、むしろ、コーチング、声出して、動かすタイプなんで、あ、ここまで、こう、体を動かしながらっていうのは、頭の起点も早いんだろうな、っていうので、ああ、確かに。あ、まあ、会って、なんかこう、話したり、こういう企画があったら面白いなっていうね。だからこの二人の対談結構面白いでしょうね。まあ、一つ共通点は、その、名前で言うと、カイと同じ名前で、海って感じが入ってる。うん、なんか海にまつわるエピソードあるんですか？それあるで、それあれ、名前に海って入ってるのも、それは夏場海めっちゃ行きますよね。めっちゃ行かないですね。海でナンパめっちゃしましたよね。めっちゃしないですね。カイトめっちゃしちゃうの。いや、海入ってるけど全然行かないし。行かへんもんなんや。 ある意味共通点ですよ、行かないし。そこは共通点か。刺し盛りって名前言ったら俺呼んでるっしょみたいなないんや。どうなんですか、でも。でも、海にいそうな二人ですけどね。うん。似合いそうね。見た目。確かに。全然いかない。カイトさんなんかしょっちゅう降りされるな。完全、オカサーファーっすよ。本当に。一回やりましたけど、後ろのピン、ボキボキ降りましたからね。センスないです、本当に。子供の方が乗れますもん。あ、そうか。はい。カイトさんの子供めっちゃ賢いもん。いや、あれはちょっと。はい。でもめっちゃ。フレンドリーっすよね。あ、そうそう。それはもっとすごいです。一回しか会ったことない。はい、あ、なんかあの、はい。ウォルターズの、はい。取材というか、はい、はい、はい。もうさせてもらったみたいで。あ、嘘？何やろ？なんて言うんですかね、ブースターさんに。あ、インタビュー。インタビュー。はい、はい、はい。を、うちの子が、あ、ほんまやったらしくて、はい。喜んでました？いや、喜んでましたけど、はい、はい。そんな目立ちたがりかっていう。はい。いいじゃないですか。いや、ちょっと、恥ずかしい。親心としては。なるほど。はい。まあまあそんなこともあるんですね。まあちなみにあのまあ二人ともあのプロスポーツ選手ということで、はい、まあ普段はね体使って頭使ってまあオフシーズンのオフとかで何してんかなと思うので、カイさんはちなみに今オフです、オフシーズンか。でも練習が始まった、ね。もうちょっとでシーズン始まる。はい。で3週間後ぐらいかな。うんうん。はい。シーズン始まります。僕の、ね、一つの悩みとして、はい。あのうちの石川海人ちゃん、オフの時ずっと夜。帰ってました昨日起きたら3時やった。え、ずっと寝れる。どんだけ疲れてんねん思って。マジ？ずっと寝れます。だからもう今日はね、カイトさんからカイトへオフの日の過ごし方こうした方がええよってのをガツンと教えてもらっていいですか？まあ菅氏にも聞いてもいいんですけど、あなたジムしか行かないから。間違いない。間違いない。菅氏さんは結構ジムで会います。合うわ。はい。そう、ジムの出没の あの声は、うん、僕のところには届いてますよ。結構真面目にやってるっていうのは、多分、はいはい、選手たちあの火曜日と木曜日やってる、まあ、朝行ってますね。はいはいはい、はい、俺だけ一回多いんですよ。あ、木曜日の夜にも行ってて、もう僕の絵描いて好きなところはね、しっかり自分のルーティーンを持ってるんですよ。チームではあの火曜の朝しか帰った後木曜の朝しか行けへんねんけど、彼はもう毎週木曜日の夜9時ぐらいか、9時から10時だから毎回ゴールジム行っても自分のメニューしっかりやるってルーティーン持ってて、なかなかそういう選手僕見ないなと。そこに、スガッシュさんがいる。スガッシュレボリューションっていうね、あの、エクササイズの時間あるんですよ、あの人。
皆さん言ってあげてくださいね。須田さん、僕宣伝したんでね。それで毎回会うやろ、多分。会います、会います。そうそう。そんなんええねん。オフの仕事、過ごし方教えてあげてください。カイさん。オフ？カイさん、オフはまあ、お子さんと一緒に、一緒にね、過ごしたりしてる。最近は、でも相手にもしてくれないですね。ちょっとでかくなりすぎて。はい。今年小4なんですけど。結構大きいですね。はい。やっぱ友達優先になるし。それパパからすると、どうですか？いや、まあ、それはそれでいいんですけどね。ああ、ただ僕がちっちゃい頃にこう遊ぶときに、うん、まあ、向きになってこう、勝負事となると勝っちゃうんで。あ、やっぱそこは、多分、厳しさだし。はい。多分つまんないんだと思うんですよ。ああ、そう。はい。手加減があんまりないというか。うん、はい。まあ、それで強くなってほしかったんですけど。まあ、そうっすよね。はい。まあ、でも、どうですかね。普段は、最近は、極力でも、買い物に、は、はい、まあ、奥さんと出かけてみたり、でも自分の体のことを考えるんであれば、うん、温泉、あ、温泉巡りは、こう、やっぱ多いから。まあ、熊本有名ですしね。うん。あ、そうだね、聞きますね。で、まあ、ドライブも好きなんで、ああ、家じゃないですか。そういう意味で、なんか音楽を家で聞くんだったら、車で聞きながら、その、ちょっと自然なところ行って、うん、温泉入ってリラックスしてっていうのは。ちなみに車歌っちゃうタイプ？歌いたいタイプですけど。バンバン歌うよ。ほんとっすか？僕はめちゃめちゃ歌いますね。いや、それは誰が見てもわかる。バレてた、バレてた。歌うべー。歌いたいですけどね、4年隣にいてちょっと恥ずかしい。あー。はい。うちのスタッフ二の瀬が乗って歌いますもんね。まあ、あいつは絶対歌わない。え、あ、選手の前で歌える？あ、カイトどうな？あ、でも、何人、まあ、一回チームでカラオケ行った時は歌わなかったですけど。歌ってない？その時は、なんかもうマイク離さないやついるから。それ誰か教えて。まあ、ギャビン。ギャビンね。え、何？外人？外国人。外人なんだ。結構ラッパーで結構ノリがいい。音楽めちゃくちゃ好きなんですよ。自分で曲作ったりもして。あ、すごい。あ、そうなんや。で、まあ、そいつが日本語の曲もずっと邪魔してくる。ほんま？まあ、あとは、キシンとかもそうですし。あ、キシンで歌うね。歌うまいっすよ、まだあいつ。あとは、マサ。ああ、佐藤正成という選手がね、そういらっしゃって。いや、カイト、どうしようか、オフ。でも、温泉はやっぱ行きたいですよね。いや、もう、それはね、うん、ぜひね。でも、一個気になってるのがあるんですよ、天草の方で。ああ、うん、ええよ、ええよ。まあ、距離も遠いから、いいドライブになるでしょうし。うんうん、でもなんか、一回夏、あの、校外練習で行った時に、うん、天草の方行って、うん、どうやった？で、温泉いっぱいあるっていうのも聞いてたし、うん、まあ、その、なんか、オフに来れたらいいかなと思ってて、いまだに行けてないって足が重いんだなってなったらもうなかなか行かれへんか。だって家で休むんだったら別にね、風呂で休もうが、そうですよね、変わんなくない？一歩が出ないの？ そんな、いや、なんか起きたら3時ぐらいになってると。え、夕方の？夕方のだいぶね、まあでもね、マジ結構カイトはプレイングタイムも長いですし、まあそうなの。え、普通に夜は夜で、ちょっと寝とくれてる。あ、寝てるんだ。夜更かしではなく、まあ遅くても12時ぐらいに寝て、起きたら3時ぐらいになって。え、方向どうなってんの？そっち？そっちっすか？いや、俺マジで早いんすよ。もう最年少なんで。知らんがな。その方向の具合知らんがな。知らんがな。そうじゃない。そうじゃなくて。いや、でも全然、おしっこしたくて起きることもないですし。マジで？カイさんは夜中何回行くの？夜中一回行く。一回だよ。寝たら行くんじゃん。いやいや、でもなんか絶対に起きたくなるんで。はいはい、あ、いや、考えられないです。で、俺は一回起きたらもう寝れないんですよ。はい、あ、そっちですか？もう本当に、うわ、そこら辺は年のせいにしたくないですけど。はい。あれは、映画。お、映画は見に行きますよ、一人で。あ、それちょっと。ちなみにカイさん、映画中は執行我慢できます？そんな短いっすか？でもなんか人によっては2時間の映画でも1回行かなしゃあないね。え、絶対大丈夫。それは我慢できると。絶対。じゃあ夢中になってれば大丈夫。ああ。はい。でも寝るとき夢中でしょ。夢中じゃない。あれはリラックス状態ですか？あ、そうか、そうか、そうか。はい。ちょっと違いますね。映画はちょっとおすすめちゃいますか？うん。まあでも映画はほんとたまに行きます。レイトショーとかめちゃめちゃ映画の。え、一人で行けます？行けちゃうっすよ、僕は。え、行けます？僕も行けます、行けます。あ、行かれへんの？行けない。あ、そう？行けないです。どこまで一人で行けますか？吉野家。行けます。
いけないです。なんで？いけないです。全然いかれへんやん。はい。一番年寄りやん、一番子供やん。え、めっちゃ、不安っすよ。なんでよ。いや、行きたいんですよ。行きたいんですけど、なんか、吉野家で見られるのもちょっと。あ、一人で食べてんのが恥ずかしい。はい。あいつ吉野家で食ってるよって思われるのもちょっと。もう全然僕、ライザップ定食言ってます。マジっすか？いや、ちょっと、俺、甘えてますね。嫁に。受けるかな思ってんけど。マクドナルドはドライブスルーか。店内食べへんか。店内では食べない。なんか、一人で行くとこ。いや、一人揚げ肉無理やろ。一人焼肉はちょっときつい。はい、もう絶対無理です。一人焼肉無理や。いや、もうだって、吉野家ダメだったら無理やろ。ダメです。一番そのの通りやすいのはな、吉野家とかちゃいますかね。いやどうなんだろう。だから俺、風呂もダメっすよ、一人は。一人温泉無理。無理。選手と誰かと行くとかは全然いいんですけど。一人で行くけど。唯一一人で行けばトイレぐらいですか。いや、どんなガキなのマジで。なんかないですか一人で。一人。いや、だからトレーニングは全然一人で行きますよ。サッカーにだけはめちゃくちゃこう入るんですよ。ああ、スイッチが。自分の仕事になれば。だけど、それ以外のプライベートはめちゃくちゃ一人が不安。はい。もうカイトはもう何度も一人できちゃうタイプだもんな。基本的には。そうやな。逆になんか、うん、オフの日にチームメイトといない。ああ、そうね。マジ？だからもう家もチームメイト、うん、決めに来た時に、うん、この辺チームメイトいますかって聞いて。ああ、なるべく会いたくないみたいなね。え、昼飯は練習終わってからもう家帰ります、家帰ります。でもあれっすよ、結構みんなそうっすよ、昼飯は。マジ？2部連の午前中。今は基本的にはそうウェイトして、はい、練習だから、うん、で俺のグループ早いから朝早い8時から9時とかだから、うん、みんな帰って食べて、うん、で夜一緒に行くことは多いですけど、うん、結婚しない組で、あ、なんか、あ、そういうのは気使うんだった。いや、やっぱなんか僕がプロになった時に、うん、結構してもらったんですよ、先輩たち。ああ、なるほどなるほど。なんかもういいもん食えみたいな。ああ、ええやん。ありますよ。プロあるあるですよ。これはそうそうね。プロあるある。そう、だから、なんかこう、やっぱり若い子たちよりは、多分給料もらってると思うから、ね、まあ、もらってなくてもやらなきゃいけないのかな。まあ、先輩として宿命やね。はあ。なるほどね。連れていかないとな。あんまり来るんですか？いや、去年はめちゃくちゃ行ってました。今年ちょっと自分、怪我で寝遅れてて、タイミング的に合ってないだけで。見てる選手いたらねえ、コメント欲しいですね。声かけてもうずっと菅氏がネギ玉芸の中盛りですとは言うんですけど、いやいや、あの髪で行くんすか。菅氏さんもせめてライザップ牛で会ってくれよ。俺よりで会ってくれ。違かった。じゃあ僕ちょっと他にも質問をいろいろ考えてまして、はいはい、はい、お互いですね、まあ2人ともバスケットボール選手、はい、サッカー選手ですけれども、サッカー選手バスケットボール選手になれなかったら、うん、どうしてたの。いや、僕はサッカー選手になりたかった。なんで？いや、本当にサッカーめっちゃ好きなの。サッカーできるの？いや、バスケよりサッカー見るんですからね。ああ。めちゃおろしいね。めちゃおろしいやん。めちゃめちゃおろってるやん。だから、この間のマキさんのやつも、めちゃくちゃ見に行きたくて。あ、ほんま。引退試合ね。って言って、ただ、時間も合わなかったし。あ、そうですよ。何試合やったっけ？何だったの？で、それで、慎太郎さんかな？うん、多分ちょこっと挨拶だけ言ってて。ああ。で、なんか、ここまで山本海さんと関わることもなかったし。ああ、まだね。そうそうそう。で、なんか、ロアストともこう関わることがあんまなかったから。ああ。なんかこう、関わりが。今までその仙台とかおってんのか。チームあったんじゃん。そんな回も関わりなかった。仙台の時はベガルタの子たち。うん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 、あと、高校が仙台で。あ、そうやな。そのスポーツコースだった。うん、ユースの子たちが、おベガルタのユースの子たちが結構多くて、でそれでなんかベガルタ仙台はどっちかといったら距離が近いっていうか、であと仙台ってあと野球もあるから、そうやな、そう楽天ね、すごいね、3つのスポーツで楽天カードマンね、今ならって言ってね、5000ポイント8000ポイントの力欲しかもポイントもらえるから、もらえもらえもらえる、おい最高よね。それで3チームでこう一緒になってやってるから、なんかこう距離感近くて、ただこう、熊本来た時に、なんか、
こうスポーツチームあるのに関わりないのってすごいもったいない、うん、ああなるほど、うん、いい。まさかカイトがサッカー好き知らんかったの？めちゃくちゃ見ます。マジ？へえ。ダゾーンとかでサッカーしか見てないですから、ね。おお、マジ？へえ。それはもったいない。バスケットライブで見てます。マジ？そうなの？新しい一面。いいっすね。うん。じゃあカイトさん何になりたかった？俺っすか？俺完全にサッカー以外で、あの、介護の仕事とか。ヘルパーさん？そうですね。キーパーからヘルパーさん。完全に。カタカナ。はいはいはい。キーパーからヘルパーさん。ただのカタカナですね。そんな繋がってるな。なんすかね、なんか、介護の仕事か、はい、その、まあ、ホフさんってやつか。ホフさん？なんか保育園の。ホフさん。ほぼさん。ほぼさん。どっちにどっちっすか？おやおや。おやおや。カイトさんが怪しいぞ。はい。ちっちゃい子の。そうですね。はいはいはい。幼稚園の先生ですね。ああ、はい。じゃあほんまちっちゃい子、誰かの役立つ仕事と言いますか？そうですね。それ、すごく気になってたし。清水、僕し、静岡の清水生まれで。はいはい、で、清水エスパルスにそのまま入団した時も結構ボランティアで、そういう老人ホームとか、あの、まあ、がんセンターとか行ったりとかっていうのはしてて、なんていうんですかね、うん、まあ自分だけでサッカーやっぱできないっていうのもあるんで、人のためになんか役に立ちたいっていうのはすごく小さい頃からなんか親の影響ですかね、わかんないですけど、親は結構そういう人に優しくしなさいというか、うん、はあったと思います。はい、一緒よ、全く一緒。人のために全く一緒。あなたは人の役に立つために生まれてきたんだから言われてね。何になりたかったですか？じゃあ僕はゴールキーパー。何もおもろい。すいません、話言われてしまった。何話します？なんかないですか、はい、コメントですか？はい、コメントで。実際230人を見たくださっていて。質問。なんか選びましょうか。だから、いっちゃん、質問あった？最初の方にやっちゃったから、うん、あだ名というか、呼び方というか、が、うん、それって違う話になっちゃったから、全然募集してもいいか。ああ、なるほどね。あ、じゃあ、もう、うちのカイトとカイトさん、どちらも。どちらもでいいですよ。どちらも呼び方？それ聞いてる間、僕ちょっとカイトさんの質問があって。はい。バスケットではね、その、1対1で、その、うん、もう言えば PK のシーン、はい、ってのがバスケはあんまないやん。はい、皆さん見てる前に1対1するってバスケットはないし。うん、でも PK はほんま男の右か左か真ん中のギャンブルシーン。はいはい。じゃないですか。はい。あれ、どう？緊張する？いやー。ちょっと気になるやろ、バスケットは。どうなんですか、若い時は。メンタル的なもんですか？もう頭真っ白になってましたよ。ああ、そう。あの、若い時は。もう、いったれっていう感じの勢いで飛んで、多分ベテランに、ああ、こいつ先動いたなみたいな感じで逆疲れたり。僕はそう思うんだよ、やっぱり。思うみたいですね。へぇ。で、それを、やっぱ年重ねてきたり、はいはい、練習やっていく中で、はいはい、だんだん、あ、これ、ギャンブルって言ったじゃないですか。ギャンブルじゃないってことに気づいた。うん、あ、ちゃうんや、あれって。やっぱ確率論で、この角度だったら、このうちの方が打ってくるとか。はい、はい。あと、置いた時のそいつの性格で、目線がこっち先見るとか。あ、もう読み合いなんや。こいつだったら、この癖があるっていうのを、その試合前に何個かこうインプットしといて。はい、だから特に、そのトーナメント方式の大会の時とかは、PK 戦多いんで。うんうん、そうですよね。はい。そういう時は、事前にこの選手はこっちが、とか、データはかなり、はい。取ってからやるようにはなってますね、今は。知ってる？初めて聞きましたけどね。いや、でもそれやっぱ、ね、僕の僕癖というかあるんや、やっぱり。あります。本当に、あの、やっぱ向こうも緊張してるんで、無意識に見たり。メンタリスト大悟みたいになってますよ。いや、そういうことですよね。そうですね。目線とかこういうのでみたいな。はい、目線もそうだし、もう、なんですか、足の向きとか、はい。
で、プレー中のこうノールックでパスするやつは逆に打ってくるとか。あ、こっち見ながらこっちとか蹴る。はい、うわそういうやつは逆に蹴ってくるとか、普段と。え、そんなん絶対ロアスのサポーターさん聞いてて、うわーと思うっしょ。俺らでも思うもんな。うん、去年は2回、そのシーズン中に PK やって、はいはい、1本止めたんですよ。おー1本止めてて、で、それ押し込まれて決められちゃったんですけど。あー、そのパターン一番ショックっすね。はい、おっしゃ止めたこぼれた入ったー言うてね。それ言っちゃうショックっすよ。いやいや、もう、ショックっていうか、こう一回さ、こう飛ぶじゃないですか。はい。二回目っていけないっすよ。いや、もう、時間止まってるぐらいな感じで、こう来てるのが見えるんで。やられたーみたいな。それでもさ、キーパーも止めたよ。他の選手頑張って体張って止めてほしい。まあ、よく言えばそうっすけど、バスケ頑張って体バーン飛び込んで、はい、どっかに椅子に飛び込んだボールをまたすぐ取られて決められたもんやろ。そう。それほどショックなことないやんな。めちゃくちゃショック。絶対4人睨むよ、こうやって。ガーッ睨むよ。え、そんな、でも、あの、スラムダンクみたいに綺麗にこうやって味方にパーンとかできないもんなんですか。結構、カイトルーズボールだったのはドンピシャのパスたまにあるな。もう誰か、チームメイト拾ってシュートいくみたいな。まあ、おー。一応感覚的に、その、結構強いことがあるんですよ。こっち行けと思って出したら全然いなかったりとか。ああ。たまにある。ただ、ある程度こう、見ては出してるんで。あ、う、あ、ん。で、サッカーって足じゃないですか。はいはい。で、バスケって手なんで、こう、どちらかといったらこう、後出しみたいにこう、コース変えれるから。はあ。それもあって、結構まっすぐは飛ぶかなっていう。ああ。なるほどね。もう今一応いろんな呼び方を募集してますけど、はい、うちのカイトの風邪ひいた風花粉です。鼻水やばないみたいな。鼻、花粉症みたいな。いっぱい褒めてきてるわ。そっちの心配来てるわ。そんな、そんなわかるもんなんですね。なんかいっぱいコメント来てますね。絶対風邪でしょう。石川さん風邪ですか鼻、花粉症辛そうですね、みたいな。花粉症です、花粉症。みんなどうですかね、一般の方も、うん。ロアッソの選手もかなり鼻声のやつ多くて、今。あ、ほんと？ここ最近じゃないですか。ねえ。ここ1週間ぐらいすごいっすよ。みんなの鼻声率。練習中のズルズル。ズルズル。マネージャーティッシュっていう回数で。もう鼻真っ赤っすよ。なりますよね。まあ、ほんとに。わかるよ。熊本がひどいですかね、花粉。そうなんですか。ちょっとひどい。あ、やばいっすね。やばい。なんなんすかね。火山灰とかなんか関係なかった。あ、これかもしれない。一個のストレス増えた。増えました。まあ、ちなみに今ね、もう30分経ったんですよ。あ、はい。もうあっという間ですけれども。まあ、一応30分で予定やったんで、はい。一応締めようかなと思うんですけれども、なんかうちの小瀬ちゃんから、なんだっけ小瀬ちゃん。ちょい待ちの方に。何か何か。実はですね、まあ、今日、なんと今238名、トータル250名ぐらい見てくださっている方に、抽選で、今回のインスタライブを、後日、熊本ボルターズ YouTube にアップした後、うん、Twitter でお知らせします。その投稿をいいね、&RT、リツイートしてくれた方に、こちらを3名様にプレゼントするので、じゃあこの第1回目のコラボ企画の石川海人、山本海人のダブル海人の缶バッジをプレゼントしたいと思うので、3人ですね。3名様に。これちなみにお互い持ってもらって。はい。顔は似てると思われますか？いや、あんま似てないんだよね。あんま深いとどう？後ろ回答。いや、どうなんすかね。こう見えてるんすかね。どう？俺から見てもね、似てなくはないかなって感じかな。うん。似てなくはないっすよ。うん、ただ、50点かなって感じ。うん。100点は絶対あげれない。これ作った人には申し訳ない。あと謝るけど。そうっすね。じゃあ、ゾロ目コンビサインをはいお願いしていいですか？3名様に。いや、これね、ちょっと第2回3回続けていきたいですね。そうっすね。すね、なんかカイトもサッカー好きでも知らんかったわ。だってあれっすよ、中学校、小中学校、うん、休み時間サッカーしかしてない。あ、マジで。いや、それでバスケ選手になれたの。え、だって俺あれっすもん、ロアッソさんのスタジアムで、うん、ボールちょっと蹴ってみたいです。ああ、ええやん、ええやん、そんなんええやん。
あれやったらいいじゃん。何します？キックオフのさ。あ、いや、PK してよ。え、そこまでやる？俺めちゃくちゃ。それみたいなぁ。めちゃくちゃ読まれますよ。癖。うわぁ。ノールック、ノールックするやろな、ノールック。ノールックタイプ、ね。ノールックしてる、うん。いや、絶対おもろいやん。なんかコラボイベントしたいですね。そうっすね。今回、はい、オリンピックで、はいはいはい、中断期間もあるんで。なるほど、試合がね。はい。まあ、そういう時にでも企画できたらとかは、思いますし、まあ、試合前はどうなんですかね。まあ、なんかセレモニーちょっとね、一回行きたいな、会社な。そうですね。なんか、もっとこう、一緒になんか、そうやな。盛り上げられたら。カイツさんもだから今度ボールダウンの試合で、はい、良ければそのティップオフセレモニーやってほしいですよ。カイツさんがボール上げて、はい、外国籍選手がティップして、うちのカイツを拾ってダンクシュートいくみたいな。マジっすか？だからカイツさん、アリープできんじゃん。キーパーし、パスセンスはそこそこあれやるから。いやめ、ね、もうポンと上げてくれればもう、はい、あいつは行ってくれる。うん。マジっすか？結構テンション上がりますよ。うわーなるで。俺もう本当最初、開幕戦見たんですけど、うん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 、上から見てたら、うんうん、そんなでかくないと思ってたんですよ。うん、ただ、同じフロアに立ったら、めちゃくちゃでかいね。めちゃでかいっすよ。やっぱ当たりも強いし、ね。幅もあるし、そうそう。いや、これやっぱし、全然違うわ、と思って。いや、もう23時楽しみっすよね。めっちゃバスケットハマりそうですね。いや、マジで俺見てましたよ。開幕戦。ほんと真剣に。はい。結構見て、まあ、次いつかなって思ってたんで。あ、ほんまっす。じゃあ、ちょうどよかったですね。何かけた？じゃあ。かけました。じゃあ、そちら一回持ってもらって。はい。はい、じゃあ、こちらのダブルカイトの3入り缶バッジを3名様にプレゼントするということで。まあ、後ほど、ボルターズが、YouTube に上げて、Twitter にアップするので、そちらにリツイートして、はい。コメントかな。コメントください。皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。じゃあ、もう最後、締めに入ろうと思うので、じゃあお二人お互いのサポーター、ブースターさんに向けて、最後メッセージをいただいてよろしいですか？じゃあ、カイトさんからお願いします。はい、今回こうやってね、ボルタルさんと、一緒に、企画させていただいて、熊本というチームはね、熊本という県がもっとそのスポーツ盛んになって、いい県だと思ってるんで、それを、ロアストとボルタルと、共に、盛り上げられたらな、というふうに思ってます。23日もすごく楽しみにしているので、うん、ぜひ、たくさんの、方に来ていただきたいですし、僕以外のイケメンを見に来てもらえたらなと思います。いいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ただ現在もロアストともイベントはしてた。あとちょっとね、応募あるみたいですよ。皆さんよろしくお願いいたします。ます。じゃあ、カイト最後お願いします。はい。今回こういう、カイトコラボということで、やらせていただいて、すごく楽しかったですし、やっぱりさっきカイトさんも言いましたけど、熊本がスポーツで持ってる力っていうのはすごく大きいと思いますし、もっともっとこう、一緒に熊本全体で戦っていけたらすごく嬉しいですし、まあ、ロアストさんはこれからシーズンに入っていきますし、僕らもシーズン最終盤に、こう、差し掛かってきてるので、まだバスケットを見たことない人だったり、サッカーを見たことない人が、こう、互いに、行き合って、こう、チーム一丸となって戦っていけたら、すごくこう、盛り上がるかなと思うので、これから一緒に頑張っていきましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いやー、楽しかったですね。よかったですね。ね。はい。まあ、メディアの方もね、今日50名近くの方、来てくださいましたけど。そうですね。2階席の方、はい、はい、だいぶ。はい。はい、もうカメラの音が鳴りやまないですけどね。すごいですよね。すごいですよね。はい。そう、一応撮ったね、今。まあ、こんな感じでね、熊本両チームを盛り上げていって、また熊本皆さんにバスケットもサッカーも味わってもらってね、熊本ことどんどん皆さんに好きになってもらって、僕たちもそのために頑張りますので、熊本ボルター、そしてラスト熊本の応援をますます、皆さん応援よろしくお願いいたします。今日のボールスタルゲストは山本海斗選手、石川勝選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。